ははいこんにちは今日は酸と塩基の価数ということで見ていきましょうまずはこちらをご覧ください。電離とイオンって書いてあるよね。見てみるとそう塩酸がそう電離した場合と硫酸が電離した場合みたいになってますよね。さあここで一つポイントなのがこの両者酸なんですが今日はもっともうちょっと分けたいと思うんです。 この2つの酸の違いを見比べたいと思いますまずこちらを見てくださいそうなんですよくよく見てみたら1モルの塩酸から1モルの水素イオンそして1モルの硫酸から2モルの水素イオンが出てますよねそうここに区分けがあるんですよ今日はここの区分けの仕方をまず見ていきましょう さあ酸の過数ということで見ていきましょうこちらですさあここには表が載っていますよねこの表に今からいろんなことを言ってきますまずこの酸の過数今日の気になるポイントですまずこちら一家の酸っていうふうに名前言われるとどうやら塩酸硝酸酢酸,酸,酸が上がってくるみたいですさあ化学式こんな感じになっていますがこっから規則を見出すのはちょっと難しいような気がしますね次 二巻を見てみましょう硫酸という酸がありました硫酸化学式 H2SO4 ですねさあどうでしょう規則はありますかねなんとなくなんか H の数がみたいな雰囲気がしますので酸化もご覧になってくださいこちらリン酸がありますよねリン酸は化学式が H3PO4 なんですね見えましたよねおそらくこんな感じそうなんです H の数ってのが何かこの数とリンクする気がしませんかこういうことです酸の数というのは H プラスとなることのできる H の数のことを言っているんですするとあ今ここに黄色に塗られた水素は完璧ですよねちょっと待ってという人がシーツリ COH 酢酸のこの H ってならないんですかという人がいますよく見て H プラスとなることのできる H の数なんです。 今回サフさんについてはあたと,といろいろ学ぶんでとりあえず今回はここの部分は実は H+ になることはありませんこちらだとして覚えてあげてくださいさあ3の価数これしっかり頭に入れてくださいね今後いっぱい使いますからね頑張ってくださいさあ続きまして塩基の価数見ていきましょうこちらです 同じように表を見ていきますよまずこちら一化の塩基と言われたら水酸化ナトリウム水酸化カリウムそしてアーモニアが上がっています化学式を見るとこんな感じ先ほどの酸の数とリンクさせるとするならばなんとなく見えているような気がしますよね二化もご覧になってくださいこちら水酸化カルシウム水酸化バリウム化学式見るとあ見えましたこちらですよね OH これが黄色になりましたそういうことなんですよね多分塩基の加数っていうのはそうこの一かっていうのと OH の数そして2かと OH の数がリンクしている気がしますあれこれはうんアンモニアをちょっと見てきますよこれ塩基の加数というのは OH マイナスとなることのできる OH の数ということで今黄色でついてるのは OK またはですよね受け取ることのできる H プラスの数 まさにブレンセットローリーの定義によるんですよそれによればアンモニアって H プラス1個受け取って自分は NHO4 プラスアンモニウムイオになりましたよねその定義にのっとっているわけですこれが塩基の加数なんです酸の数とほとんど似てますよね覚えるのは簡単だと思いますしっかり押さえましょうさあ練習やっていきましょうこちらです 酸と塩基について次の問いに答えよということです一番目は次の酸を化学式で表しその仮数を答えよということですね頑張りましょう一番目は小酸です化学式は HNO3 もう大丈夫覚えてるそして仮数ですがこの H だけですよね 加数を答えるときは一かとして答えてあげてください二番目は硫酸です硫酸の化学式大丈夫ですか H2SO4 ですよねそして加数なんですがここで見てわかる二かということになります ますね。三はまずしっかり押さえましょうね。さあ、練習続きます。こちらです。次の塩基を化学式で表し、その加数を答えようということですね。一番目は水酸化ナトリウム。皆さんも知ってますよね。化学式は N. A. O. H.。 OH の数により加数がこれはすぐにわかりますこれは1個しかありませんから1カの塩基として認識できますでは2番目アンモニアですよねアンモニアのまず化学式はこれこれはわかると思います問題はそうなんです塩基の加数の定義に従えば OH、の数水酸化ナトリウムはすぐにわかるけどには、OH、がいないなんですよさあそうするとどうするかって言ったら実はこいつは水から H を1個受け取ってブレンセット・ローリーの定義に従って塩基の担当になることができましたよね。ということで H を1個受け取ることができるわけだから。 結果の延期として認識できます OK ですか延期の過数ちょっと微妙なラインがありますがちゃんと覚えておけばしっかり答えることができると思いますちゃんと押さえておきましょうさあ本日のまとめですこちらです3の過数延期の過数いろんなことを学びましたがちゃんと見てあげればすごく簡単だったよね 気をつけるのは塩基の加数、ここの定義の部分です。ちゃんと押さえといてください。今後いっぱい使いますからね。絶対に頭に入れときましょう。では今日はお疲れ様でした。